ぼう、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 ちん、ちん、ぼう。んー。ハロー YouTube。はい。今日皆さんにご紹介するのは、祝。 お金が入ってきたよ、です。<ー>そのお金は何かというと <laughs>、こちらに貼り付けましょう。ピッ。家賃支援給付金。イイ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 。<laughs> 私は、 事業主ですしこの家賃支援給付金の名目はこの家の家賃の半分かけるえ6ヶ月633万6千四4分の3ここの家賃の4分の3かける六ヶ月分かな うん。三万六千。そうだね。四万八千。うんいいのかわかんない。三万六千が、倍になったら、あれだし。一万八千足すと、うん、そうだね。うん。僕の家の家賃の三分の二かける、六ヶ月、半年分。 21万6000円でかい。これを堂々とここで言うということはズルをしてないわけなんですよ。私のこの家は住居兼スタジオですから。ゆくきん TV のスタジオですから。撮影の。そうでしょ。ゆっぽこちゃんのスタジオでもあるんですよ。私の。そう。 家賃兼スタジオ。ちゃんと国に通るやつ。確定申告でも半分通してるし。家賃の半分かける1年分か。そう。ちゃんと正式にやってるやつ。それによって21万6千。結局、誰でももらえるコロナでの10万円。で、えーと、持続化給付金。上限100万。 で、いろんな芸人が100万円チャ、アタックとか、なんか100万円、チャレンジとか言って <laughs>、ちょっとずるっぽく出してるやつを何人か聞いたけど、私は正直にやって、まあ満額だけどすごい、100万に比べたらしょうもない、3万6千。3万6千だってもらえれば嬉しいよ。で、3万6千もゲットして、これだって正式な額。3万0千の方もさ、あ、えー、今回のこれにも関係あるけど、 持続化給付金のその100万、僕で言う3万6千の時も同じくね、去年の年収に対しての、えー、事業の、私で言う芸事、の、を12で割る。だから1ヶ月分、年収の12で、12と分に割って、それより半分しか収入がない時。だから僕の3万、3千だっけ、6千だっけ忘れた。<laughs> まあいいや、うん。仮に、 12で割ると仮にも何もえっ、ー、と2000円ぐらいでしょ <laughs> 月2000円もどうかって話だけどねでもねだからその半分1000円以下の収入しかない月しょっちゅうですよ0 <laughs> かまあゼロだと明細が出ない、えー、運がいいのか悪いのか僕のしょうもな安い単価で750円ぐらいのお仕事の時もある それをポンと見せりゃ、はい、半分以下っていうのが通るわけですよ。そう。なんだかんだでたまりたまって3万3000か。だけどそれって変にポコッと何かで、まあ、全部テレビ出てない何かしらの師匠絡みの何かだけど、ポコッと変に1万5000入る月もあれば、0や700円の月もある。そうすれば簡単に私はそこをクリアして、この21万6000が通って、 結果こちらついに、貯金する気もない私が、貯金が、17万になりましたよ。1万突破ですわ。この21万が効いて。しかも見てよ。黒が、黒字イコール、収入、収入でしょ今回の家賃支援給付金はいいよ。で 今月あんま少なかった。18名。まあ最近16か17か。水道入るの減らしたから疲れちゃうから。芸事頑張んないと。<laughs> まあ16万。それ以下の下の2つも、仕事でゲットした金なんですよ。は一番下のソニーのはまあ何か忘れた。まあ何かしら。対外師匠頼み。<laughs> 感謝でございます。 え、下から2番目。DNA。これ前自慢した。ポコチャのあれですよ。これが10月30日に入ってる。わかるバイト。1個。それ以外全部。芸事で私稼いでるんですよ。あ <laughs>、給付金は芸事じゃねえか。まあまあ。そういうこと。私のように。社会的成功。 勝ち取るには、家を、じ、事務所兼、住宅兼、スタジオにする。まあ、ほとんどのユーチューバーもやってるでしょ。地獄なレベルで言うと、地話順だって、<laughs> 家で通ってるから、住宅兼事務所で通るんじゃないかな。1ヶ月の給与が半分になったとか、その事情は知らんけどね。 沈ウを登録してね。